はいどうもチャリーズですなんと本日立川初日 F2 第7レース6車立て全員落車というレースがありましたそれでは早速レース映像ご覧ください 後ろの4番奥出亮が5番泉文とをめがけて動き出していって前を抑えました5番の泉文とは多少前に踏みましたが中部近畿を受けて4番手対列は前後入れ替わる形でジャン周回バックストレッチです4番奥出の抑え先行1番富永3番中川と中部近畿ラインの主導権で残り1周半4番手で溜める5番泉文と。 2センター、若干追い出しをかけつつ4番、奥出量を先行させていきまして体勢は縦1です、残り1周となりました中部の後ろ3番手、3番中川博文若干口を開けているにも見えますがあとは4番手、5番泉の巻き返し2コーナーの立ち上がり鋭いダッシュでまくっていきましたさあ、5番、泉文人のまくりが決まったがおっと

大アクシデント発生ですさあ残り200を切るところで一目散にまたがったのは3番、中川博文ですが1番の富永桝生がまずは先頭で最終にセンターを回っていきますその後6番の長岡剛3番、中川博文と先頭から3番手で4コーナーを立ち上がっていきましたあとはもう1人4番奥出良が4番手で再上しています。1番の富永先頭でゴールイン 2番手は6番の長岡剛そして今3番手3番中川博文西上して3着到達でゴールインですあとは4番の奥出涼が最上を果たしていますが2センター再び足をつけてしまっていて自転車降りました6選手が落車 4番の奥出涼の採場がありましたが再び自転車を降りてまたまたがろうとしていますあとの2人5番の泉文とそして2番の関戸勤とこちら両者にはストレッチャーが到着して落車、危険となるようです4番の奥出涼今、最終の4コーナーを回るところゆっくりとですが。 四着到達を目指して最上しています。最終バックで六社落車のアクシデント発生で、一番富永奈六番長岡三番中川とゴールへ到達しています。四番奥出良が今ゴール間際、自転車を携えて最上四着を目指します。 この状態でもお買い求めになりました勝者投票券はお捨てになりませんようにご注意ください4番奥出亮今4着ゴールインです2番関戸勤そして5番泉文人と落車危険となりました全選手が落車するという事象がありました7レースの永久予選1番6番3番4番でゴールへと入っていますレースの決定までは お買い求めの投票券どうぞ大切にお持ちください3コーナーで審議が行われます中部近畿の先行を東日本5番泉文人がバックストレッチでまくって仕留めようかという道中で6選手落車のアクシデントがありました 七レースの永久予選投票権はどうぞ大切にお持ちいただきたいと思います。六選手のうち四選手が再上してゴールへ到達しています。一番富永、六番長岡、三番中川。そして四番遅れの順番。決定をお待ちください。お知らせします。ただいまより。第三コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は。四番。および。五番です。 審議の結果と決定はしばらくお待ちください。最上したのは4選手でゴールに入った順番、到達順位は1番、6番、3番、4番とお伝えをします。決定までしばらくお待ちください。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は4番および5番ですが、3着までには到達しておりません。立川競輪第7レース決定 1>, 1着、1番、2着、6番、3着、3番ただいまから、立川競輪第7レースの新規 VTR を放映いたします。番 2番、3番、4番、5番、6番選手が落車した件で、最終周回バックストレッチ付近における、4番、5番選手の走行について審議しましたが、落車は4番選手と5番選手の違反行為が複合して起きたものであり、それぞれ失格するまでには至りませんでした。はい、ということで、レース映像と審議映像の方を見てもらいました。 結果的には失格者は出なかったんですよね。まあ違反行為の複合ってことで失格まではいかない行為が複合したってことなのかな。まあでもそれにしてもこれで成立しちゃうっていうのはちょっとどうなのかなって思うとこはありますよね。いつもこういう動画作ると思うんですけど、このまま7社建てでやっていくんであれば、やっぱりそれに合ったルールっていうのは変更していかなきゃいけないし、まあ、コロナが収まってきて、また9社立てに戻すってなれば、またそれは話は変わってくると思うんですよ。 ただでもやっぱり全員落車はね、それは不成立にするべきなんじゃないかな自分個人としては本当に思います。でも現実この車検を当たってる人ももちろんいるわけで、そこら辺はやっぱりしっかりルールっていうものを作っていかなきゃいけないですよね。で、落車した時まあ、全選手が、まあ、全員が落車したとは思ってないと思うんですよ。で、ゴールを見たら誰もゴールしてないって気づいてからの富永さんと6番長岡選手、 自転車を起こしてからまたたるままで早かったっすね、まあでもこれでレースが成立したから準決勝を進めるんですよしかも富永さん結構いいスピードで踏んでますよね今で怪我は本当に軽いサッカー賞ぐらいなのかなで2着の長岡君もいつ以来の準決勝ちょっと分かんないですけど成績見たら今年1着1回で2着が2回なんですよねでこれが3回目の2着今年 このレースを見たとき、すげえ昔にグランプリで、6社落車したっていうレースがあったんですよ、ゴール前に。そこからの自転車を押しながらの、かけっこみたいな感じ。それがすごい頭の中で思い出しました。はい、ということで今回の動画を終わりにしたいと思います。まあもう本当に毎回毎回同じことになってしまうんですけども、ルールの改正っていうのも必ず必要じゃないのかなって思っています。 最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。